皆さんこんにちはレック東京リーガルマインド専任講師え弁護士の竹山茂樹です本日は大学1年生からの予備試験学習法というお話をさせていただきますいや1年生から予備試験目指すってすごいですよね意識高いと思いますいやいいと思います非常にじゃあ1年生からどういった学習法をしていけばいいのか、えー、これをお話ししていきましょうまず最初に そもそも予備試験合格まで何年かかるのかこういったお話をしていかなければなりません。で、標準的な学習期間はこれ2年です。もちろん法律初学者の場合です。昔々、例えば、まあ、大学1年生だったらないと思うんですけど、司法試験の勉強をしていてよ。そういった人は例外ね、あくまでこれから法律始めるよって方、2年はかかると思ってください。で、大学1年生の場合は、勉強すぐに始めると、 3年生までの予備試験合格を目指すことになります、まあ3年生の春担当を受けて夏論文を受けて秋口述受けてまあ冬ぐらいに最終合格発表ということになりますただ先ほど申し上げた通り2年というのは学業や仕事以外の時間を全て勉強に捧げた場合ですつまり逆に言うと大学生になった方ってねもちろん勉強もやりたい意識高い人はそうですでもそれ以外の 例えばサークル活動もやってみたいとかアルバイトもやってみたいとかいろんな活動をやりたい方もいらっしゃいます大学生活もそれなりに楽しめたい場合はこれは3年間が現実的になってきますね、えー、なのでつまり4年生で予備試験の合格を目指すことになりますでここで考えていただきたいのは大学1年生に考えていただきたいとどちらを取るか2つのコース 勉強に全ててをを捧げて3年生でのの合格を目指すのか私もいいと思いますこれはただ一方でせっかく大学生になったんだから大学生活もここにね書いてある通りそれなりに楽しみつつ4年生での合格を目指すのかただもちろんそれなりに楽しみって言っても3年コースでもそれなりにハードな勉強を待ってますもちろん予備試験って簡単な試験じゃないですから逆に言うと簡単じゃないから受かる価値があるんですよねなので 4年生で受かるぞ3年コースだって言ってもそれなりにハードですまずはどちらにするかを考えてください今決めなくてもいいです決められない方は3年コースにとりあえずしておいた方がいいですよろしいでしょうかじゃあ2年コースの勉強法先に見ていきましょうで3年コースはこれを少し膨らませるだけなので3年コースの方もこれを聞いてください2年コースの勉強法 1>, 1年生何をするかというと1年生は7法のインプットが中心です7法っていうのは予備試験の主要科目である憲法行政法民法商法民事訴訟法刑法刑事訴訟法の7科目覚えられない方は私が他に挙げている司法試験予備試験とは何かという動画を見てくださいねで、えー、これもちろん予備校の入門講座なんかを取っている場合は 当然講義を受けその復習をしてインプット、まあ、知識とかを覚えていくということになりますで独学ならテキスト読んで理解するこれが中心になってきますねでここで講義を受けてくださってる方あるいは独学でやってる方復習どうするか講義の復習とかねこれはまず2つあります1つ目は条文を読みながら 法律学の勉強必ず条文読んでくださいよこういったねあんまり映んないけど六法みたいなのをね使って必ず条文を書きな確認しながら読んでいきますそしてまずはね法律には制度の概要があります法律ってのはあくまであ,ある意味制度です例えば刑事裁判って制度ですよね犯罪を犯したと疑われている人を裁判にかけて処罰するこれも制度です制度が法律に条文に書いてます民法に例えばね 契約不適合責任ってあるんですよこれパッと聞いて分かんないですねでもこういった制度を理解しないといけない簡単に言うと皆様がマイホームを買ったまあだいぶ先の話かもしれないけど家を買ったらシロアリに柱が食われていた売り主何をやってるんだって責任追及したいですよねそれが契約不適合責任という制度になりますあこう聞くとこれ民法なんですけど民法って結構将来役に立つそうですね 実際役に立ちますよそういった意味でも法律って取り組んでいただきたいなと思っておりますじゃあ制度の概要分かりました次に何するか次は論証というものを書けるようにしてください難しい言葉出てきましたこれ受験用語です論証とは何か次のスライドいきましょう論証とはまずね法律において論解釈が分かれる点を論点と言います一つ まあ簡単な具体例を出しておきましょう民法3条1項はこう書いてます試験の共有は出生に始まる試験の共有は出生に始まる抽象的で分かりにくいから試験の件は権利ですよね簡単に言うと権利を持てててるるのは出生からだって書いてるんですただここでねちょっと細かいことを考える人がいる出生ってのはここ見てください頭の先だけ、まあ、お母さんの母体から出たら いいのかつまり権利を持てるのか全部出てから権利を持てるのかまああとまあ出世ってねだんだん出世してきますね一瞬全部一瞬で全部出てくるわけじゃないんで徐々に出てきます頭の先だけ出てきたら出世なのか全部出てきたら出世なのか何をこんなくだらないことを考えてるんだっていう方もいらっしゃるでしょうでも法律っていうのは本当にねこういった細かなところが実際に争いになったりするんできっちりこの解釈をしておかなければならないで民法では えー、全部露出説、全部出た、それが出世だというのが通説、普通の考え方なんですけど論文式試験ではそれを理由をつけて述べなければなりませんそして論文式試験の現場でこの理由を考えている暇は実はないんですなのでこの論点というものはこのね論点の所在、結論、理由付けをセット にししててあらかじめ用意ななきゃいけないけ飲食店のあの料理の下ごしらえと一緒ですよ。すぐに料理出せるように下ごしらえをしておかなければならない。そのセットが論証と呼ばれるものです。で、論文の学習はなんだかんだ言って論証を書けるようにすることからです。論文試験ってどういう試験かというと、具体的な事例が出てきます。それに例えばね、誰が何を請求できますか。ここんんなことを聞いていてくんですね当然 精度の概要条文でですすここれれれはは知らなければなけばりませんこれは最低限ですただそれにプラスアルファプラスアルファどころかしっかり用意しなきゃいけないのは論点が出てくるので論証を書けないと論文の問題は解けません論証は論文式試験の論文を書くパーツだと思ってくださいなのでこの論証をあらかじめ用意して書けるようにしておくあこの論点が出たらこれをパッとかけるんだなガーって書けるんだなと用意しておかなきゃいけないです 1一本一個同じものを用意する必要はありません。ただ似たようなことを書けるようにする必要があるこの論証というキーワードは是非押さえておいてくださいじゃあ論証を覚えました次はアウトプットです問題演習です1年目はインプットが中心ですがアウトプットもした方が良いですなぜかというと問題演習をすることによって記憶は定着しますさらに問題を通して豊富な事例に触れることができます あの今の司法試験予備試験っていうのは式式試試験験もも論文式試験も事例が中心になっていますそして論文あの法律っていうのは抽象的な条文で書かれてますけど全てね法律っていうのは具体的な問題を解決するためにあるものなんですだから事例に触れることはすごい重要ですで最初はね担当問題は難しいです意味がわからないと思いますそこで担当問題は問題と解説を読んで言ってる意味が分かれば十分です もちろん最初から問題見てバリバリ解けるよって方それは OK ですよどんどんやってくださいでも問題見て意味がわからない方諦めないでください言ってる意味がわかれば十分です最初の段階ねで論文問題は問題と関東例を読んで論文の解き方や論文の答案のイメージあこんな感じで書けばいいのかというイメージを作ってくださいそれで最初は十分になります 次、2年目はちゃんと問題を解きます2年目は担当式試験の問題と論文式試験の問題をきちんと自分で解いてみて解答例と見比べてください普通に問題を解くということですそして問題演習で自分の弱点を確認し弱点はインプットのテキストに戻ってきて知識を確認するそういったイメージになってきますじゃあ今まで2年コースの話をしてきました3年コースの方はどうするか 3年コースっていうのは、やっぱり学生生活を楽しみながら、でも予備試験も受かりたい。で、1年生は、少し勉強します。少しと言ってもかなりがっつりなんですけど、民法、刑法、憲法に絞って、この3科目が基本です。入門インプットを言ったらやってください。先ほどと2年コースだと、7つの法律を1年目にすべてインプットしちゃいます。3つでいいんです。1年目は。これでやりましょう。 で2年生は2年コース1年目と同じで残りの法律のインプットをやって3年生はがっつり2年目コースの、えー、これ2年目ですね二年すみません間違えてますこれ2年コース2年目と同じ学習をしてくださいそうするとまあ多少はゆったり学生生活をやりつつ、えー、予備試験の合格を目指すことができますそれでは本日は大学1年生から予備試験合格を目指す学習法、えー、これを解説させていただきましたご清聴ありがとうございました